アスルクラロ沼津に対し、沼津市は照明施設の改修費用として6500万円を補助する方針です。アスルクラロ沼津をめぐってはホームスタジアムの照明が J リーグの基準を満たしていないため大会の危機にあります。改修にはおよそ1億円が必要ですが、アスル側がこれまでに調達できたのはおよそ3500万円です。沼津市は今日、不足分の6500万円を含む一般会計補正予算を6月議会に上呈する方針を明らかにしました。6500万円のうち4500万円は企業版ふるさと納税を充て、残る2000万円を一般財源から捻出します。アスルクラロ沼津というのは存在自体がですね、やはりこの地域にとっては欠くことのできない存在に今なっているということでございます。公費という形になるわけでございますが、そのようなものをしっかりと投じてでもですね、やはりこのアスルの存続のためにですね、我々沼津としては取り組んでまいりたいと考えています。補正予算が可決されれば来期のライセンス申請にギリギリで間に合い、大会の危機を脱することとなります。